飛ぶよって事前に教えてくれれば飛んでもいいよという、そういう条約、あのスカイなんとかって、これじゃないよ、スカイなんとかって、ね、飛んでもいいよっていう条約で、最近はロシアもアメリカもそこから脱退したっていうのは、あの例のウクライナ戦争が始まったからでしょ。うん、でこのスパイバルーンって僕ねよく分かんないんだけど、あのなんでこんな風に飛ばしてるのかって、今別に気球飛ばさなくてもあの情報は得られるはずなんだよね。なんでバルーン飛ばしてるのかよく分かんないんだけど、やっぱり定点そこでとあの気球を止めておいて地上の動きを調べるのかな、いっぱい気球飛ばして軍事基地の上よくわかんない。何使ってんの、ロシア。え？こんな超大量な飛行軍でもないですよね。いや、大量に、大量じゃなかったらあんまり、もしかその一つのバルーンでかなり広範囲の調査ができるのかな。よくわかんないけど。で、スパイであることは間違いないのね。その後、アメリカが3つぐらい撃ち落としたんだけど、どうも中国のバルーンじゃなかったみたいな。民間のバルーンだ。民間のバルーンもあるんだよ。なぜかね、民間も飛ばしてんだよ。なんでやってんのか分かんないんだけどね。ものすごい上空なんだよね。だけど衛星ほども遠いとこじゃないから、要するに非常にあのなんていうかな、細かく見えるんだろうね、写真撮ると。あの今宇宙衛星で10億円で1機打ち上げられるんだけど、あ、5億円で、彼らの宇宙衛星って民間企業はね、あの打ち上げるんだけど、大体ね 1.5 メートルの範囲を認識できるんだよ、あの宇宙衛星はね。だとするとそのバルーンだったら多分あの10センチとか5センチとかって非常に細かい写真が撮れるんだろうな。 Today far too few mechanisms for avoiding エスカレーションエグジスト。今日ね、あのエスカレーションを避けるため の, あのメカニズム、機構があまりにもない、 too few exist、 あまりにもない、 far too few、 ほとんどない。だからエスカレーションだから、どん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 お互いの接点が過激になるようなあのことをや避けるような方策ってない。で、China's now abandoned zero COVID policy meant it avoided face-to-face discussion for years。 中国の現在あの放棄したゼロコロナ政策は、何年もの間あの 対面する議論を 避けてきたことを意味する。 As President Mr. Biden has met Xi Jinping, China's leader only onceduring G20 meeting in November in Bali。 バイデン大統領が習近平に会った、中国のリーダーね、会ったのは、会った時一度だけ、オンリーワンス、一度だけ、バリの11月の G20 の会議の間に。これはね、As President Joe Biden has met Xi Jinping, China's leader。 これはちょっと変わった文章だよね。だから、まあ動詞はメットしかないから、11月に初めて習近平に会ったということだね。 As an American official said then、 その当時アメリカの役員が言ったのは、It's crucial to build a floor for the relationship and ensure that there are rules of the road that bound our competition。 クリティカル、関係のための床で、床、関係のためのつながりを作ることはクリティカル、重要だ。そして、我々の競争をバウンド、縛る、競争を縛りつける道の道の規則を
があるということを確認するということが重要だと。そういうことはね、 But after the balloon was shot down, China refused to hold a phone call between its defense chief and America. で、気球が撃ち落とされた後、中国は、中国が何て言うか、防衛長官、国防長官、ディフェンスチーフ、防衛長官とアメリカの防衛長官って何て言うの、アメリカは、ここ、何だっけ、アメリカの場合は、何て言ったっけな、国務長官との電話会議を中国は拒否した。For its part, America has called off a visit to Beijing by Secretary of State Anthony Blinken. で、その一部として、アメリカは、国務長官のブリンケン、アンソニー・ブリンケンが北京を訪問するのをコードオフ、キャンセルした。The trip had been planned for February 6th.And was to have included a meeting with Xi Jinping. この、旅行は2月1日と6日に計画されていて、習近平との会合を含んでいるはずだった。Was to have いるはずだった。It needs to be rescheduled as soon as possible. これは、できる限り早くリスケジュールするべきで必要があると。Mr. Blinken would be the first American cabinet secretary to visit Beijing since Mr. Biden became president in 2021. ブリンケンは最初の内閣の、セクレタリー、閣僚であった。で、バイデンが2021年大統領になって以来、北京訪問する最初の閣僚であった。